友であったり職であったりそれを一緒に賄える場を作りたかった。何がなくても語り合える仲間がいれば、元気になれます。取材にいらした方とか本当にここ被災地ですかっていうくらいに笑い声が絶え間ない感じなんですね。で今もお一人お二人でいらっしゃっても、もうテーブルを越えて会話が楽しめるというか、そんなこうつながりになってきています。5月立ち上げの時から11月までですかは完全無償でやっていたんですね。震災から半年過ぎたあたりから罹災された方たち自身からタダでもらうのに慣れちゃいけないとか、タダで食べる炊き出しに慣れちゃいけないよっていう声が上がってきたんです。スタッフとかよく利用してくださる方に相談して、じゃあ200円だったらどうっていうので、去年の12月から5月まで200円での提供に変えたんですね。もうここに来て元気になれたって言ってくれてて、またそれに励まされるその循環をしていました。一億個の活動が個々のお話を伺って、皆さんこういうことを必要とされていますっていうのを発信する、そして個々に自分たちも何かしたかったんだよっていうものが結びついていく、そういう支援の循環を目指したいなと、そういう心の交流をしていきたいと、そういう仲間になっていただきたいなと思います。渡り地獄子は大きな家族を目指しています。ここに集まってお互いに助け合うの当たり前だよ、それは支援というものじゃない、家族だったら当たり前のことだよねっていうことを全国に広げていけたらなと思っています。